はい、こちらは我が家で先日孵化した青大将の赤ちゃんたちです。5匹孵化してまあみんな元気にしておりますね。生まれたばかりのヘビたちは結構ねたくさん餌を食べて、特に青大将はね波ヘビなのですぐねうんちになって出てくるんですよ。3日に1回ぐらい、まあ週に2回ぐらい餌やりをして、まあ、餌を食べた2日後3日後くらいにはうんちになってねすぐ出てきます。これが大人になるとね餌やりの期間は1週間とか2週間に1回とかどんどん伸びていくんですけど、まあ、赤ちゃんたちの餌やりの頻度はかなり多いですね。やっぱヘビってね狭いところが落ち着くのでベビーにとってはまあまあな広さのケースですけど、この水入れの間のねこの部分にだいたいトグロを巻いて落ち着いていることが多いですね。ほらみんなね水入れの間に入って落ち着いてるんですよね、トグロを巻いて。はい、ということで、チビたち5匹いて3日に1回餌を食べるってなると、まあ、単純計算で月に50匹マウスをね食べるということで、買ってきました餌をたくさんね、ピンクマウスこの中に100匹入ってます。こうやって見るとすげえ多いなこんなに大量にピンクマウスを買ったのは初めてかもしれない。まあもうすでに結構消費してはいるんですけど、まあこの量で2ヶ月2ヶ月で消費しちゃいますね。まあヘビもどんどん大きくなっていくから、このマウスもね食べるマウスの大きさもどんどん大きくなっていくんですけど、おお出してみるとほんとすごいな。おお100匹買ってきましたよ初めてこんなたくさん買ったわ。これをね、3日に1回餌として食べていくわけですね、ヘビたちが。で2ヶ月でこれが全部なくなります。いやー結構ねこれ買ったらまあまあしましたね。最近はねボールパイソンとか大体のヘビたちは自家繁殖のねマウスとかラットを食べさせることが多くなってね、あんまりね餌買う機会が、しかもこんな大量にね買う機会ってあんまりなかったんですけど、いやーやっぱ餌貴重やな。ということで今日もまたね餌やりしようと思いますので、人数分ね解凍したいと思います。はい、5匹ね。ピンクマウスねめっちゃちっちゃいから解凍がすぐできるのがいいですね。まあ当然ですけどマウスがでかくなればなるほどね解凍にめちゃくちゃ時間かかるんで、ピンクマウス一瞬ですね。食べ物には感謝していただくなり、うちではヘビに食べさせるなりしておりますね。残りは冷凍庫で眠っていてもらいます。ここにねそれぞれ餌やりの記録を書いていってるんですけど、8月30、9月1日、5日、8日、まあ3日前後に1回ぐらい餌やりしてますね。このね、カッコアって書いてるのがアシスト。自分からね、餌を捕食しないので、口の中に餌を突っ込んで食べさせてあげるというアシスト給餌をやってるのが、このカッコアですね。今んとこね、自分で食べてくれてる子は2匹かな。この子もアシストで、この子もね、何も置いておけば食べてくれるような感じで、この子はね1回食べたんですよね、自分から飛びついて食べてきたんですけど、次はね全く食べてくれなかったのでアシストをしたっていう、こういう子もいますね。食べさせるとはいえまだピンセットにね飛んでくるような子はなかなかというかほぼいないんですけど、なかなかやっぱまだ飛んでこないですね。はい、そういう時は置いておく。おい、ほら飛んでこなさそうだね。やっぱ餌をね見てないのがわかるでしょう。餌にね興味あって食べようとしてると完全に確実に餌の方を
向いてね近寄ってくるんですけど、ほら全くそんな様子がないので置いておくほとんどおきれいですね、やっぱ最初のうちは。はいはいはい、うん、食べませんね。なかなか小蛇の餌付けは大変ですね。はい、置いときます。いやダメだな、もうケースを開けるともう上に上にね、開いてるのが分かってんのかどうなのか分かんないですけど、もう上に上に出ようとして、ほらもう餌に見向きもしないですね。あーダメだダメだね。はい、置いときます。ちょっとケースが曇ってるけども、こいつもすでに開ける前からそわそわしてて餌どころじゃなさそうだな。もう絶対食べないよこれいやー餌にね飛んできてほしいけど、なかなかうまくはいかないですね。いつになったらピンセットに飛んできてくれるのやら。一匹ね、ていうかピンセットにね飛んできたやつはいるんですけど、ドイツだったかももう覚えてないけど、もう飛んでくる子はいなくなりましたね。まあアシストが不要なやつはね置いときゃそのうち食べるんですけど、いやー大変大変。夕方からすっかり夜になってしまったんですけど、餌をね入れておいた小蛇たち、食べたのはねこの一匹だけですね。ここだけ餌がなくなっててお腹がねぷっくりしてるんで、この子は食べましたね。あとは誰も食べてません。この2匹がねアシストなしで食べてる子たちなんですけど、もう1匹は食べてないですね。まあちょっとこの子はこのまま一晩置いておいて、まああとアシストの子たちはアシストしちゃいますか。いやーなかなかそううまくはいかないっすね。はい、口の中突っ込んでやれば飲んでくんだよな。なんか不思議だよな、それはそれで。ほらどんどんマウスのぷっくりが下の方に降りていきます。いやー早いとこ自分でね食べてくれるといいんですけど、もうちょっとかかりそうですね。まあアシストでしっかり腹の中に餌を入れてくれるようなら今はそれでいいです。いやー本当に給餌頻度も高いし、食べたらすぐねうんこで出てきて、これがね5匹いますからなかなか大変ですけど、でもね可愛いですね。こっからどん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 成長していく姿を見れるのは楽しいですね。今回大量にピンクマウス買いましたけど、計算上では2ヶ月でこの子たちが食べきってくれると思います。まあそんな感じで今回の動画はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよかったら次回の動画も見に来てくださると嬉しいです。